お疲れ様です人が最も情報を誠実にやろうかなと思う時って多分大きな失敗をした時とかまあ大きな希望とか欲望を持った時じゃないかなと思うんですよね。まあ、例えば3年間で1億円稼ぎたいよっていうふうに本気で思ったとしたら少なくともお金に困ってる人に3年間で1億円稼ぎたいんだよとかねお金がない人に教えをこうってことはないと思うんですよね。 それこそインターネットでいろいろ探してこの人の言ってることは本当なのかこの人の言ってることにはちゃんと根拠があるのかってことを真剣に真剣に考えていくと思うんですよ、まあ、少なくともなんかお金を投げれば増えますよみたいな情報はすっ飛ばしていくと思うんですよね、まあ、ですんでね本気で困っている時と本気で何か成し遂げたいものがある時っていうのがやっと自分の足を一歩踏み出せるチャンスなんじゃないかなと思いますよねで本気な条件が揃っているのに 動き出さない人っていうのはいるんでそれはだからそこまでの思いじゃないかな,かなっていうところですよね、うん、まあ問題を解決することっていうのは人生においてまあまああるわけですけどもその解決しなくてもあの死に向かって人生は進むわけですよだから言ってみれば問題を解決しようとしまいと、うん、自分の欲望を叶えようと叶えまいと人生を全うすることはできるんですよね ただし不満の多い質の悪い人生になるんじゃないかなと思いますんで少しでも自分の思った通りに生きていこうと思ったら自分の人生を本気で生きていくってことになるんじゃないかなと思いますまあほんとね人生にリハーサルも練習もないですからね全部があテストであり全部が一発勝負の本番なんですよねそこは変わんないんですよ うん、でもなんとなくね準備の期間と勝負の期間があるっていうふうに人は思っちゃうんですけども勝負は準備でででああり準準備備は勝負であるんですよねで準備の時点でもうすでに勝負は決まってますし勝負が決まったからといってそれ自体で終わりでも何でもなくて次のステップへの、まあ、準備だとも言えますからね、うん、だからオンもオフもないよって全部オンだよってことですオフにするとことがあるとするとそれはもう二度とオンにしない死を迎えるってことなんじゃないかなと私は思いますけどね じゃあ今日も思い通りの人生のために勝負していくぞいってらっしゃい